世は全ての声を受け入れる。しかし神の使者よ、恣意的に意見を選んではいまいか。民の声を背景に世に反逆を思いとどまらすタイトでも。反逆と言ったね。クーデターと言ってもいい。お迎えサンキュー、ソラ。なに、それよりガルドスのことは。ダメだね、何もわからなかった。やみー、腹ごしらえしとく。ばあちゃんの焼き菓子は、ばあちゃんのと味が違う。おばあちゃんに聞いたレシピにアレンジを加えたの。ピザクラスペシャル。いまいち？これもうまい。よかった。ハクアもどう？いいの？そうだろう、木桜の味付けに間違いなしだ。よく知ってるんだね、本当。各国で箱舟への搭乗が開始された。誰もがこれから何が起こるのかと不安に思い、混乱も広がり始めていた。見守るだけでいいのかな。え？スピリットたちの反乱の時とは違う。白夜王は人類を解放したいんだ。神のルールから人間のルールへと。ただいま。おかえり。乱れるね、これから。さーて、行ってみよっか。ゴーディ様、ゾワッと決まってくださいよ。みんなはさ、裁きの真剣欲しいって思わないの？神様の力なんでしょ。白亜紹介は欲しいわけ？いらないかな、物騒だし。私も特に必要としないな。僕は欲しいな。何に使うんだ？思いつかないや。剣は？欲しかったよ、前はね。闇のソードアイを手に入れた時、裁きの真剣があれば刃に勝てるって思ってた。でも今は違う。刃がやろうとしていることを俺は応援したいんだ。神様を斬ること？ああ、刃は神様を断ち切って俺たち人間の世界を作る。多分俺たちが夢を叶えることができる世界を作りたいんだ。それがあいつの夢なんだよ。けどさ、一人で頑張りすぎなんだ。もうみんなで頑張ればいいじゃん。ソードアイズ同士、仲間なんだしさ。ブリンガーも手伝ってくれるよな。ブリンガーは肯定する。よし、やるべし。気合い入れていくでござるよ。お前まだ裁きの真剣いるわけ？当たり前でござる。でも白夜王の後にこっそり使うでござるよ。なぜお前がいる？ブリンガーは剣の代わりを務める。その目は？これまたごつい闇の赤ちゃん。マーク2だからな。今やブリンガーはただのドロイドではない。母から授かった力でソードアイを宿したか。そうだ、ブリンガーは闇の赤きソードアイズとして俺とバトルする。よかろう。よし、始めるべし。見ててよ、私たちの本気。これより裁きの真剣将来の儀式を始める。ソードブレイブ、抜刀。この世界作りし神よ、ここに光と闇のソードブレイブは揃った。人の世に神のとこしえの英知と力、
裁きの真剣を与えたまえ。はい、わお、いやいや、なんでござる。真剣。これが裁きの真剣。うはい、ついに現れたか。ああ、錆びてるでござるよ。あんな大きいの持てるの？ゾワッときた。神よ、子供たちがなさんとしていることにどうか理解を。裁きの真剣を本来の姿にするためにもバトルが必要なのだ。光と闇の力を与えなければならないのですね。ああ、みんな、そう、そうだ。ゲートオープン！開門！ブリンガー、思いっきりやろうぜ。ブリンガーは同意する。剣の闇デッキを存分に使いこなそう。頼むぜ、スピリットたち。俺に力を与えてくれ。神様と戦う力を。お前とは一度戦ってみたかった。私もだ。カードだけでなく格闘においてもかなりの手だれと見た。いずれ手合わせを。願ってもないこと。まあ難しく考えないで楽しんでやりましょう。あんたのそういう楽天的なところ苦手だわ。笑い飛ばさないとやってらんないでしょ、こんな目もらったら。始めましょうか。一気にんにん。何してんの？ん、準備運動でござる。ほれ、お主もやるでござるよ。僕運動は好きじゃないでござるよ。ちゃちゃっとやっちゃおうや。うん。あなたとここに立つのを楽しみにしていました。兄貴、俺に負けて泣くなよ。残念ですが、バトスピにおいては私の方がキャリアが上。スオーこそ泣かないでくださいね。絶対泣かすぜ。お手柔らかに頼みますよ。クラウンソーラーの力見せてもらうぞ。あのさ、そのうち白亜商会の品物アトランティア御用達にしてよ。これも縁だしさ。商売の話は後にしろ。いざスタートステップ。ネクサス、偽りの地下帝国を配置。以上、ターンエンドです。ダークディノニクスをレベル2で召喚。アメジスネークを召喚。召喚時効果でデッキから1枚ドローするぜ。アタックステップ、アメジスネークぶちかませ。ダークディノニクソで攻撃。ライフで受けましょう。ターンエンド。裁きの真剣がライフの破壊に反応しているのを感知した。ライフの破壊に？ブリンガーは分析する。裁きの真剣に光と闇の力を蓄積するとは、それぞれのライフを捧げるという意味だ。ライフか。俺たちの命が裁きの真剣を動かすってわけか。おい、火山が。まさか白夜王の言ってたことは正しかったのか。俺たちが作ってたのは箱舟だったんだよ、この時のための。急いだ方が良さそうだ。裁きの真剣を振るうためのバトル、それは人間の時代を作るための神への挑戦だが、シャドウアルデウス、
召喚時に疲労状態の相手スピリット1体を破壊する紫のスピリット。さらにこの効果でスピリットを破壊したときドローすることもできるぞ。ブリンガーは予告する。天に捧げるライフが光るとき、裁きの神剣はついに真の姿を見せる。次回、神対人、裁きの神剣起動。アトスピは今、クライマックスになる。